さん、変なことを聞きますけど、私がアイドルになったん夢やないですよね。毎日大変ですけど、それ以上にめっちゃ楽しいんで、これ夢落ちやったらどないしようって。夢で終わらんようにプロデューサーさん、これからも私のことプロデュースしてな。パジャマ着ると眠なると思ったんですけど、今めっちゃ元気です。あべこべでおもろいですね。にもなりますよ。このパジャマ、ふわっとした感じでめっちゃ可愛いですから。ほんまに気に入ってしまって、このまま家まで着て帰りたいぐらいです。いや冗談ですって、ツッコミが冷静やわ。それぐらい好きになったってことです。衣装としてもいいと思うんです。この撮影だけで終わりにするんはもったいないと思いません？でしょ？パジャマ姿って新鮮やし、ファンのみんなも喜んでくれると思うんですよね。あ、せや！今度このパジャマでライブしません？ありますって。お願いします。他にはパジャマで握手会とかどうです？まったりした雰囲気になりそうですよね。いっそお客さんも全員パジャマとか、待機列にお布団敷いてお菓子も食べたり、締めはトランプ大会で。そこまでしたらただのパジャマパーティーやんか。ほー、意外に好感触？言うてみるもんやな。ありがとうございます。こういうアイディアならいくらでも出ますよ。他にもパジャマで南極探検とかどうでしょう？